セイラです。ヒナです。ピンクロテピン始まるよ。イエーイ。今日の企画は10分でどれだけクレーンゲーム取れるのか。イエーイ。ということでね、今日はモミ君と一緒に来ました。見てみてください。せーの、じゃーん。ピンクラテのクレーンゲーム機です。まさかのちなみにね、モーリーハンズ限定のクレーンゲーム機になっております。すごい、すごいですね、これ超レアなクレーンゲーム機だったり、かわいい、めっちゃかわいいですね。このクレーンゲーム機限定のアイテムなので、ぜひ見つけたらね、もうすぐにもうこれに行かないとブブワーってやらないといけないくらい超レアなのでね、ぜひ皆さん見つけてみてくださいね。さあ、頑張りましょう。やりましょう。せーの、どうぞ。はい、ということで、こことここのね、ゾーンにやっていくんですけれど、こっち側がね、ちょっと見えないかな。こっち側になんか重りみたいなの落としたら、ポーチとかすごい豪華な部品がもらえるっていうゾーンと、普通のね、こういうアイシャドウとかのクレーンゲームの方があるので、5分5分で交代して、前半後半でやりたいと思います。じゃあ、準決しましょう。勝った方が、後か最初か選べる。最初はグー、じゃんけん、ぽい。じゃあ、最初、こちらで。了解です。じゃあ、久しぶりなこっちのポーチの方に挑戦したいと思います。やっていきましょう。じゃあ5分今から行きまーす。よーい、スタート。お、何それ。後ろにいた時にやるといい。あ、どうした。あ、頑張って。取れるよ。はいはい。頑張って。あ、いいじゃんいいじゃん。すごいなんか一瞬。めっちゃハート落ちてる。めっちゃハート落ちてる。なかなか取れない。本当に苦手なんですよ、こういうクレーンゲーム。私もくらくらおもりの大人でも大人じゃない？大人じゃない？大人だよ。ママ頑張れよ。おもった。え、なんかこれなかった。落ちてよ。これもう私。お、今なんか落ちた。すごい可愛いんだけど、このなんか。すごいなって。すごいなって。キラキラファミレー。あと1分だって。頑張れ。踏ん張りどころですよ。落とちゃったのに。落ちだよ、落ちだよ。あ、面白いですよね。落ちてるね。リップクリームみたいなのが落ちそうだった。あ、すごい。あと30秒。頑張れ。いけるよ。頑張れ。クレーンゲーム苦手なのにこんなにいっぱい取れるってすごくない？すごすぎる。え、もういっぱい取れすぎてちょっとやばいよ。10秒前。頑張れ。6 5 4 3 2。頑張って最後終了。早速アイシャドウが取れちゃいました。アイシャドウ取れちゃった。さ、このクレーンゲームでさ、こうやって落ちても悪くないからさ、相当耐久性いいんで、持ち運びにもいいですよ。あ、それ取れた。取れた。私は食べてないかもしれない。ちょっとレイラちゃんのおかげですごい今いい感じだよ。たまっちゃう。スープいっぱい取れた。やった。え、おもり。頑張れ。おー、取れた。2個目やった。むずい。ネイルとか残り3分。おもり。意外と落ちない。
落ちないですもんね。あ、でも動いてはいる。ちょっと動いたかな。え、すごい、いっぱい押すんじゃない、この後。なんていうの、どうしたら落ちますかね。残り1分半。1分半。大半で重りを落とせるのかどうでしょうか。左側の重りいきますかね。押されてるんですけど全然落ちない。え、この子もこの子を取るまで私帰れないよ今日。おもり30秒。おもり、あと30秒。おもり、残り10秒。あ、ね、すごい今動いてる。8 7 6 5 4 3 2。あと最後でいくですね、これ。おもり落ちなかったです。落ちなかった。はい、ということで10分間終わりました。たくさん取れました。いっぱい取れました。来るとアイテムをね、玉入れ形式でね、数えていきたいと思います。じゃあ行きましょう、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12。え、嘘、ないかもですね。ないかもです。え、え、私結構いっぱいあります。13 14 15 16 17 18 19。多分これで終わりです。19 13 13と19でした。ということで、みんなで勝ちです。イエーイ、やった。おめでとうございます。ありがとうございます。取れたアイテムを紹介していきますね。まず一つ目、ショルダーポーチです。じゃーん、こんな感じ。裏もと違うの。そう、裏もと違うの。すごい。こうやってお出かけて使えます。かわいい。ちょっとしたお出かけに、うん、次にシュシュです。シュシュです。すごい、めっちゃかわいい、ね。じゃあ次はアイシャドウかな。アイシャドウパレット。アイシャドウパレットは2種類あって、こちらですね、2種類がこちらです。じゃーん。1つ目の方がピンクとベージュっぽいオレンジ系の色と紫です。はい、私は青とベージュとオレンジかな。めっちゃ可愛い。両方先が違うんで2種類取れてもすごい嬉しいですね、うん。私チップ付きなんですよ。最高です。これ持ち運ぶだけでさ、アイメイク完成しちゃうのがすごいです。クレーンゲームってこうやってポンって落ちても割れてないから、持ち運びで割れてたみたいなショックなさそう。ないよね。絶対ない。使っちゃおうって。リップグロスは4種類あるんですけど、2人で取れたのは2種類なんですね。こちらです。リナの方は何だろう、ピンクの色なんですけど、すごい可愛いトゥルトゥルになりそうなグロスですね。私はちょっとオレンジっぽいリップグロスで、コーラル系な感じで、うん、すごい可愛い。でリップクリームですね、次は。これも4種類あるあれらしい。リップクリームがリファだと、パッケージは紫とピンクの可愛らしい感じになっております。私のパッケージは紫と水色です。ちょっと大人っぽい感じがありますね。可愛い。ハートのグロスなんですけれど、これも4種類あるそうです。あ、3種類揃ってる。すごい。1個目がこのオレンジっぽい感じ、ちょっと赤っぽい感じも入ってるのかなっていうグロスですね。かわいい、好みの色。私はピンクと紫です。なんかどっちもちょっとラメが入ってるね。しかもなんかちょっと違うラメ、こっちが細かくてこっちがちょっと大きいラメが入ってる。リナのもちょっと大きいラメかも。すごい、そんな差があるのすごすぎる。こだわりがあるね。マニキュアは4種類あって、こちらも3種類も揃っちゃいました。お試しサイズな感じで、夏にぴったりなカラーが多くて、3種類ともキラ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 、ピンクと黄色と緑、紫緑じゃないか。
紫です。可愛い、これめっちゃ可愛い。夏にぴったり。そうだね。だし全部丈が可愛い。こだわりもすごい伝わるからすごいおすすめです。すごい可愛い。見かけたら絶対やってほしい。一回ですごい撮れるから。そうそうだね。すごい楽しめると思います。こんなにたくさん撮れちゃいました。イエーイ。10分間だよ。すごくない？すごい、ね、いっぱい撮れましたね。他にもちょっと私たちが今回撮れなかったんですけど、こんなアイテムあるよっていうのを紹介したいと思います。スクエアポーチでございます。かわいい。めっちゃかわいい。2種類ですね、色が。めっちゃ私狙ってたんですけど。めっちゃ狙ってました。めっちゃ狙ってました。紫とピンク、ブルーセントピンク。これね、私ね、ミニメイクポーチみたいな感じとか使えるかなと思って。旅行ってさ、なんか充電器とかさ、イヤホンとかさ、いろいろコード系あるじゃん。それまとめれるかな。めっちゃもう狙ってたやつなの。発泡とかね。そうだね。そうだね。ポーチとかね。なんていうの、リップクリームとかさ、クシとかさ、持ち歩くじゃん。そういう時に使えるやん。いいね。かわいい。めっちゃかわいい、これ。私的一押しです。私的一押し。じゃあ次に、私がね、1種類買ったショルダーポーチなんですけど、ピンクバージョンもあります。ピンクバージョン、またまたおしゃれな感じになっておりますよ。はい。私はシュシュとネイルチップなんですけど、このシュシュは私はピンクを持って紫があるらしい。すごい。あとネイルチップ。チップあるの？ネイルチップがあるのは本当にすごい。すごいよね。え、かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃ女の子っぽい。なんかね、海とか行くときさ、やっぱネイルとかしたいじゃん。そうね。まあ、やりたいから。めっちゃいいね。で25種類。すごっ。25種類あるのってすごすぎる。でね、さっき4種類とかあったリップクリームとかリップグラスとかなんですけど、他にもこの中にも種類がありますね。本当にすごい種類が豊富で、リップグロスはこういう感じの色も入っております。ピンクの色かわいい。めっちゃ可愛い。これもダメダメし、なんか水色とか単体に使うんじゃなくて、なんかちょっとなんていうの、マット系のリップ塗ってその上にコーティングで塗るとかしたら、なんか夏らしさも出るし、これはリップクリームね。じゃじゃん。4種類あって形状一緒だけど中身が違うの。ちょっとうっすらカラーが違うし、スクールメイクとかさ、する子とかはさ、ちょっとだけいいかも。ね、ほんのり色はつけるのがいいかもしれない。ね、私のこのハートの形のリップグロスは、他にもこういう種類があります。こういうピンクなのかなって感じです。はい、私はネイルです。ネイル色です。ネイル色。かわいい。すごいかわいい。ラメ入ってるのが嬉しいよね。なんかラメが入ってるのがすごい気になる。テンションも上がるよね。爪がキラキラしたらテンションも上がったら。みんなぜひゲットしてね、ネイルね、楽しみましょう、ことの夏は。はい。全部でこのアイテム25種類あるんですよ。すごすぎる。もう驚いた顔しすぎる。全然かぶんないところからいっぱい取っても、いや、これいっぱいかぶったってなって、いろんな種類あるってなるから、ぜひね、これは楽しんで撮ってほしいですね。はい、はい。ということで、皆さん、いかがでしたか？ノーレイハンドルって結構いろんな色のとかで、トッピングセンターとかいろいろあると思うので、見つけてほしいなって思います。はい、今回はボーリーファンタジーさんがやったんですけれど、ボーリーファンタジーさん、太郎さん、ボーリーオンラインで順次登場していくらしいので、ぜひ概要欄の方をチェックしていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。ちなみにこちらね、ボーリーファンタジーさんのツイッターでキャンペーンがやってるらしいんですね。ぜひチェックしてみてくださいね。レアです。レアです。超レアです。レアです。レアです。本当に。はい、ね、概要欄にくださいね。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。